お、ポロンか。なるほど。マポロンかな、この HP。それとも S6 ポロンかな ?S5 かな。まあ、S5 だよね、多分ね。うまうまポロンかな。あ、マポロンかな、これは。そうですね、マポロンか。ということは、ポロンとルラと、あとはトーカリアンツィールとか、あとは九州フェリグとか、あとイーライかな、最近登場した。そこら辺が、いますよと。さあ、問題は次何を、おっと、なるほど。リドルは入ってる。じゃあ、あれいんのか。オーラゴマね。リーヤだね。まさかの、リドルを入ってた。そういうことか。じゃあ HP50% 切ったら注意だね。多分入ってるよね、そういうキャラね。さあ、当然のことし、リアンツィール効きますよと。さあ、相手方はちょっと2手無駄にしてるんで、そこをね、なんとか咎めていきたいんだが。さあ、ヤンの動画引いてきて、これ火炎がもうバチバチよと。さあ、火炎バチバチ男。オッケー、こっからね、あの、火炎の A キャラクターは、だいたい3号出るんで。あ、能量グレナか、そっちか、吸収ですよね。さあ、ルラは強えよと。さあ、結構相手の方、無駄打ちというか、スキル空打ち多かったんですけど、ちょっとここに来て S ゴマがきついよと。いやー、これきついな、どうする？シャアなしのイクマ置くか。イクマ置いて、で、次、燃やすしかねえか。ちょっとここ不本意だね。フィニッシャー1枚消え去って。さあ、E の4に来たら、ルラ同線じゃなくて、リアンツィール同線通るけど10時間刺さるね。どっちかな。いや、それは強い。さすがにきついよ、KG。いやー、これはきついな、さすがに。さあ、燃やすんだが。さあ、火炎の力で、なんとか行ってくれ。取ってくるもあるけどね、その場合はでも回復しながら、イクマさん使ってってどうなるか。グノー、まあ、それはいいか。一旦ね。しかしながら、どうなってんの？ロガテは遅いね。もう打ってる場合じゃねえわ。いやー、でも打てねえな。ちょっと F の2とかは。ちょっとこれで燃やします。だグノーコンボはね、そんなに強くないんで、まだ回るんだが。だここ、ポロン打ってくるあるね。なんならね。アンチヒールはまあ一旦いいんだけど。微妙。いや、そうなっちゃったか。ここ微妙いな。いや、そうなりましたか。じゃあこうするしかねえか。ここロガテを打ってる場合じゃねえんだけどな。で、ポロン打ってきて、右上 X にヘケと置いてどうなるか。結構 HP があるんで。まあ、角もあるか？でもこれは多分、うん、そうだよね。そこ、しかしそれをヘケとスキマスイッチあるね。OK、いや、これ勝てるぞ。そこのポロンは、ダブコンだけど、ヘケとガッチリガードで S5 枚相手4枚使ったっしょ？まあ、もう1枚でもいるか。これ、ロガテンも発動するんで、間に合いますね。さすがに耐えます。でけえヘケットナイス真剣勝負。フルフレア最後に来た。じゃあ叩き込もうかな。これがあるから流血強えんだよな、ヘケットね。戦撃にはできないっすわ、この系統は。OK！ さあ先手番引きましたよと。忘れられた。エレメントくんね。エレメントもう全然強化入んないね。さあ先手か。これどうしよっかな。待ってるくん、 B さん来るかな。初手に打ってくるかな。まあだよね。そうなるよね。さあヤンのドーラ来ましたが、こっちとかな。まあどう打ってくるか。
さあ2枚返しやと。ほう、そうなりましたか。これどうする？いや、むずいな。まあ、一回打つか。ここに叩き込む。で、どうなるか。これ十字架に2枚いたら面白いな。右下 X 打って取らせて稼働十字みたいな。さあ、ブランジェッタ一旦のんびり。さあ、ここどうするか。まあ、殴りでいいのかな。殴ってどうなる？まあ、コンボ使っとく。で、これで相手の方が、どう来るか。フルフレ処理か。まあ、一旦 D の位置とかかな。でも D の位置は自分の E の、うん、そうですね。そこはね、自分の E の4があるから、割と悪くないですね。で、相手方がね、いつ、アマテル君を置いてくるのか。いや、ここむずいなぁ。いや、これでいいなぁ。これ打ってアマテル君、打ってくるんですけど、C の2にね。もう無視して、フルフレコンボ勝ち込むか？結局、アマテル君取っても、ウィブの動線あるからね。だから、ウィブの動線食らう前に一発だね、これ。これ相当食らうんですけど、カッティング特殊やっといて、雷撃と毒が浮いて、半分ギリいかねえな。絶妙だね。これ、怪しいな。まあ、これでいっか。で、ダメージ食らって、ザーフィルと、これでいけるかどうか。ちょっときついかな、ヘゲタコンボ。一回回復かな。おフィンフィン来たか。アマテル君コンボがマックス45だよね。いや、燃やすか。ちょっとこんな感じでアマテル君コンボがマシだな。HP が9000か。まあスーペトラが負けか。バイスは耐えるんじゃない？さすがにだよね。オッケーオッケー。あぶねー。さっきから寸前のところで耐えてる感じするね。血が8でしょ。8の12だから大丈夫。よいしょ。オッケー、ギリ勝ってく。あ、火炎読みでちょっとこれメルベ打ってこないっていう説あるね。させへんか。まあ、S5 かな、とりあえずね。あ、これあれだね。相手、C 打ちか、成り打ちだね。召喚的にね。C かな、どっちかな、成りっぽいけどね。ただ、火炎的には、C 打ちされた方が燃やしづらいっていうね。お、しかし村正で、がっちりと。さあ、さっきと同じパターンか。B3 十字架は強すぎるがゆえに相手暴れてくるんで、ここはね、結構 B5 の方が個人的には好みと。しかし、手駒がちょっと重いな。フィニッシャーこれ2枚抱えつつ、今オーラ引いてきちゃったんで、まあオーラは来るのは悪くないんですけど。まあ次っすね、ポイントは。あと B3 来るか。これ村正コンボあるからちょっとあれだな、さっきと違って。A の3行きづらいっすね。まあでも行くか。踏ん張ってね。逆にフィニッシャー2枚いるから強気に行っていいかな。さあ、ヨシュパイか。むずいね。ヨシュパイかな、これ。コンボちょっと微妙いけどね。いや、イクマ先生か、これ。イクマ先生行きましょう。本当はヨシュパイさん置きたかったけど。で、これで村正コンボ使われますが、一回 C の位置かな。さあ、どうなってる？お、しかし、先に、灰皿処理は、それはでかいね。村正通るかな？これどうしよう。結構むずいね。
村正取るか。今日が寒い。これライフなんでね、ちょっと早めに使いたくなったけど。で、盤面積まれないように次は E の6かな。あ、そっちか。相手方角来ない。さあ。お、フィンフィンナイス。それでかすぎ。局面はこれどうなってる？なかなか怪しいね。いやー、これでいいかな。ちょっと今 E の6打つか D の6打つか迷ったね。で、右上 X 来てこっち右下 X 打ってのんびりかな。次十字架に来ると右下十字が強いんで、まあアベル欲しいよと。あ、角来んのか。角打つか。おっと、毒強いんですが、燃やしてって。コンボ封印あるね。コンボ封印あるか。3分の2でこれアウティングだね。で、これ一番やばいのがね、ロックなんすよね。あ、でもロック来てもあれか、裏の火炎入るからさすがに大丈夫か。あ、サタンは行かれたかも。これは行かれたかもしんね。ギリセーフか。うわ、ギリギリセーフ。危な。おフィンフィン来なかったら死んでたわ。真剣勝負ね。フルフレ来たー。で、血がねちょっとやばいんで、ここはあの調子乗らずに、ヨシアパイセンでいきます。で、コンボもね、使わずに、これで OK。 危なーい。サタン怖すぎー。お、さあ、お久しぶりの、月読みさん来た。お久しぶりっす。なんだかんだね、あの強いからな、月読み先生ね。さあ、いきなりオール2枚か。いかつ。さあ、初手馬さん来た。1850はもう英語間だから。それそれ英語間だから、なんとかして。さすがにね。アタック低いだけで普通に数値的に英語はなんなら超えてるからね。イオフィー以上いってるもんな。さあ、成り打ち来た。ヤンの動乱か。ここでちょっとロカテを辺に置きたくないっすね。しかし、フルフレは早いな。さすがにこっちか。これ一回 B さん行きたいんですよね。C リンがね、若干条件あるから、ここで起動できないの痛すぎ。さあ、十字来たら B さん置きたいけど、2枚返しされると召喚が、微妙と。いや、スピード早い。ただこれね、十字架やね、B の3打っても、なんか、ウィブサンヤとか A の3に置かれたらご了承されて死ぬんでね。これきついわ。シーリンコンボ弱いから、これ2枚返しされて召喚抑えられますね。で、いずれね、こっちもフルフレアここに置いて、B の1っていうコース行きたいんですけど、ちょっと早いからな、さすがにフルフレ。あ、しかしあれか、召喚は許してくれると。なるほど。召喚許されました。が、しかし、いや、がしかしなんだよな。フルフレね、ここで打つか、フルフレは。さすがにね。どこ打つか、いや、シーリンコンボねえの痛えな。まあ、一応あるんですけど、ないに等しいからね。ちょ、ここかな。叩き込みましょう。叩き込んどいて、で、防御消えるから次かな。次、ザーフィルっすね。ティスか。ティス代償受けてもらおうかな。でもあれか、回復入んのか、2000。それは痛すぎ。よし、パイね。一番、いや、結構遠いな。ちょっと代償食らってもらうか。回復して、7000でしょ？まだ飛ばねえんだよな。1万3000弱。オッケー。ここで S5 のコーナーでかすぎ。
次 S はどうだ。いやーきついか。ここ回復かな。ちょっと待ってね。1500、5400でしょ。5400はペトラ撃った。でもスー来ると負けだな。だから回復で粘るしかねえか。しかし粘ったところでどうなってるか。こうするしかないね。ただ相手も回復。いやー、フルフレは撃ったから、もうアイリア引いてヨシはパイセンぐらいしかないか。ヨシは行くわ。行くま。どれぐらい相手がダメージ出してくるか。ここは飛ばなくなったんですけど、相手冷静に、おっと、いや、馬だったか。いや、それは、弱いからなんかチャンスあったか。しかしこれ相手飛ばせんのか、次。結局なんかあんま変わってなくない？いや、3000は出ねえな。さすがに3300出ないな。アイリアいないしね。さあ、2枚返し数がね、普通にアウティングなんで。さあ、どうよ。オーラいるからね。いや、バイスは耐えてほしいな。アタックあれだしね。あぶねえ。数は普通に負けだわ。ちょっとあんまり S5 巻かなきゃよかったね。救われましたわ。こんな感じで。OK！ さあ、後手番引いて、フルフレナイス。しかしこれ召喚するんだったら、X 打ちなんですけど、B の2ね。しかし燃やすんだったら B の3に、ハイサラ起きてよと。これむずいな。ただ B3 ハイサラは 100% 取ってくるんで、そっからっすよ。おっと、なるほど。これは火炎を回避しつつっていう感じか。しかし結構ね、これご了されるんで。いやー、これちょっとフルフレ打ちてーなー。むずいね、これね。ハイサラ左下あるか。ちょ、それでいくか。ハイサラ左下打ってって、で、2枚返しフルフレ打ってどうなるか。ロガテオも置きたいけどねー。さあ結構考えてますよと。お、そっちですか。まあ、これはあれかな。コンボ組まれるけど、ハイサラを取りに行こうぜっていう、そういう作戦だね。フルフレ根掛けでいくかな。A の3ね。お、アイリアナイス。ロガテオも置きたいんですけど、これさすがにアイリア引いてきたんで、フルフレ置きますよと。さあ、燃やしつつ行きましょう。うん。なるほど、取ってこないか。結構食らいましたけど。OK、さらに爆引いてきて。さあ、ロガテを置いといてと。で、角から詰められちゃうんですけど、一回ね、これ、E の6入ることによって、一瞬セーフになるんで。うん。まあ、これはもう角行くしかないよね。でもうあとはシーソーゲームやっていけば、大体勝ちとなっております。次ね、ロガテを発動するんで。つか発動しなくてももう飛ぶか。よしはパイセンなんで。さあ相手の方は、どうすんだ。もう手段ないよね大体。まあバスバリ張るぐらいかな。うん、そんな感じになるんだが、まあ、全然 OK よと。OK。さあ、しばきた。よし。